どうも占い師のゲッターズ井田です。アシスタントの億万です、はい、さあ、本日は東京都来ましたね、はい、30代前半女性、はい、マイーさん、はい、ありがとうございます、はい、現在東京でテレビ関係の仕事をしています。約9年続けて すぐ会えるじゃん業界人が、うん、井田さんだったらね、誰か言ってくれればいいのに。言ってください、マイーさん、うん、以上です。すぐ会えますよ、業界人こそ。独身です。主に生放送のテレビの仕事です。毎日時間に追われているのですが、最近苦痛に思うようになりました。まだ自分の限界ではないと感じますが、頑張って続けたいと思わなくなり、先が見えないと思うようになりました。そんな気持ちの中、夏休みに沖縄の離島に行き、青い海にとても癒されました。ある日東京に戻ってから、その離島のペンションでスタッフを募集しているという求人を見つけました。その求人を見てやってみたいという気持ちになりました。今までテレビの仕事をしていて別の職種に転職したいという気持ちにならなかったので、自分の感情に驚いています。と同時に、いきなり離島で働くという無謀なチャレンジをして大丈夫なのかと思いました。このまま東京で仕事を続けるのが正しい道なのか、アドバイスください。あれ、憧れちゃうよね、海、塩水ずっとあったら最悪だよ本当に。そうですよ、自転車錆びますよ、ね、いや本当僕これもともと静岡の海の近いところにいて、ね、まあ、海も川もあって、大学の時にか波の音が聞こえるところに住んでたの、うん、マジでうるさいからね。え、気持ちよいんじゃない？全然よくない、うるさいよ。そうか、国道があるようなもんだ。そう、ざわ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 ずっといいさ、本当全部錆びるしさ、包丁も錆びるしさ、自転車錆びるしさ。え、包丁も錆びるんですか？錆びるよ、部屋の中でしょ、だって包丁部屋でも錆びるよ、潮風がどんどん入るから。で、洗濯物の人も全部ベトベトだからさ。うわ、マジで海なんて最悪だよ。海の人間からしてみたら、海が近くにあったから。時々行くとか、時々はいいよ、時々はいいけど、そんないいもんじゃないよ海なんて。沖縄の離島に行って青い海にとても癒されて。いや、わかるよ、たまに行くのはいいよ、たまに見るから気持ちいいけど、もう東京で慣れてる人がいたらもう不便よ。確かにな、何にもないよ。逆にあれですもんね、この離島のペンションの人も一瞬テレビのやつ見たら憧れて、うん、テレビ貼りたいと思うかもしれませんしね、うん、そうそう、逆に他人の芝はなんとやらってやつ、ないものねだりですよ今の芝と一生懸命。だってもうあからさまに、だって沖縄って一番所得下から2番目ぐらいでしょ、うんうん、宮崎と大分、大分違ったかな、宮崎、鹿児島、あ、そうなんですか、沖縄が多分ケツ3ぐらいでしょ、うんうんうん、ものすごい安いからね給料ね。その生活できるかな、どうなんですか、運気的には。そういう風に運気的には今年考えたことは、失敗に終わるんで。あ、準備の年は準備不足が出るから、ここ書いてある、うん、時計、そう、時計、金の時計は2019年準備不足、うん、準備の年は準備してくださいねってことなの、書いてあるよ、うん、よく知らずに飛び込んで後で後悔するからやめましょうねって書いてありますんで、うん、現在のままがいいと思います。で、2020年、はい、21年22年でやっとこれまで仕事が評価されたりとか、恋愛面でもかなり良くなります。いいじゃないですか。ただ離島に行くのは悪いわけではないので、本気でそれがやりたいとか根性あるんだったら、覚悟するなら2020年からスタートすると、もう戻ってこない過去で言ってくださいね。一生離島にいるならいいですけど、一生、一生、だってまず30代前半ですよ、一生離島。でもそれはそれにあって、生活水準に別に東京だとさ、まあ、お金無駄に使うけどさ、芝居ってそんなお金使わないからさ、あ、まあ、それはそれで、それはそれですごい楽しいから、それで満足になるし。いや、俺見たく海にだとね、うん、海ずっといた人はさ、海にずっといた人、海にいた人はさ、嫌、うん、なのよ、海にずっといた人なんですよ。俺やっぱちっちゃい頃からちっちゃい頃から海見てる人は別に海そんな感動しないでしょ、海にも川にも感動しないよ。いや、田舎もんだからよ、はいはいはい、東京来て海見ないけど。そうか、渋谷行った方が感動しました、やっぱ、うん、当たり前だと、うわー都会だって、ビルがーって海だーってならなかったですか。海、俺沖縄行って感動したことないもん、はい、知ってる、はいはい、綺麗だな、知ってる、知ってる、大体こういうもの海って。あ、そうなんだ。海で遊んでたからずっとね、うん、雨降らしをガーンってコンクリートぶつけて、やめてくださいよ。カニを生き物でしょ、生き物でしょ、やめてくださいよ。いや、子供の頃よ、いやいや、そ、みんなやる、そりゃそうです、そりゃそうですよ。今やったら、今やってたらまだ頭おかしいですよ。今やらない、カニバーンやとやばいですよ。釣りをしてとにかく魚を、うん、その辺にやると、うん、めちゃくちゃしてるよ。釣りをしてその辺にやるって、ただの、それただのキャッチ&リリースじゃないですか。そう、砂の上に。そっちにリリースしちゃダメでしょ。そっちにリリースするのと海リリースするの一緒なんだから、労力。ダメでしょ、それ。子供の頃よ。
今はしない。本当ですか。今はだからしないですよ。当たり前ですよ。今はしない。その時あれじゃないですか。その積んだ業で、その積んだ業で俺とずっと一緒にいなきゃいけなくなっちゃったんじゃないですか。え、そのハゼなのお前。そう。あの時の投げられたハゼです。じゃあ償いで最後まで飼うようにする。いやでもその時はもう厳密には俺生まれてますもんね。もう。いや、わかんない、生まれ変わるかもしれない。途中から、うん、俺途中からハゼの生まれ変わりなの。それやだな。まあまあでも、はい、自分が都会にいるとね、田舎の、まあ、田舎いいなと思うけど、いや東京にいる人も無理だと思うよ。俺戻りたいと思わないもん。たまにはいい、たまにはいいよ、うん、旅行はね、里帰りぐらいの1週間とか、旅行とか1週間ぐらいだったら楽しいけど、1週間でもちょっと限界ですか。もいや住みたくないもんね。もうだってもう電車もないしさ、車ないと何にもできないしさ、買い物もできないし、そうだ、どうやってみんな生活してんだろうって心配になるぐらいさ、みんな、まあ、地元の友達いるけどさ、もう車でなんかないと何もできないしみたいな。チャレンジするならもう帰ってこないぐらい、帰ってこない覚悟あるならいいですけども、一応、はい、都会の方がいいと、新しいもの好きな星を持ってますので、あんまりね、うん、おすすめはしてませんけど、でもどうしても行きたい時はもう沖縄県民になるぐらい、その離島に一生住む覚悟でいてください。以上、ゲッターズです。お疲れ様でした。